演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザの4種類のスープを飲んでみたいと思います。これがブラックチリ、確かミネストローネ、コーンスープ、クラムチャウダーですね。あー、どれもいい色ですね。濃厚そうだし美味しそうです。ではまずこのブラックチリというものから飲んでみたいと思います。これが一番気になったんですよね。ブラックって決まりにはブラウンかな。まあ実際に黒かったらイカスミが何か入ってないようですよね。では飲んでみたいと思います。初めて飲みますけど、ちょっとカレーっぽい味ですね。ちょっとピリッとした刺激があって、その後に大雨とかの食感があるので、ちょっとカレーっぽい味でしたね。でもカレーとはまた違う、そんな感じです。では続きましてはこちらのミネストローネ、トマトの赤がいいですし、おお見てください、野菜もいっぱい入ってますね。これが美味しい、体にもそうです。では飲んでみます。トマトの酸味が本当に効いています。トマトの酸味がさっぱりしていて、野菜も少し歯ごたえがあって、食感も楽しむことができて美味しかったです。はい、続きましてはこちらのクラムチャウダー、一番ポピュラーとカルディの人はどうなのかな、中身はミネストローネ同様お野菜も入ってますね。それほどではないですけど。では飲んでみたいと思います。魚介の旨味が溶け出していますね。一口目を飲んだ瞬間からいわゆる海底の魚介の旨味が口中にふわっと広がって、ミネストローネ同様に野菜や歯ごたえもあってとても美味しかったです。そして最後はコーンスープ、個人的にはこっちの方がポピュラーな気もしますが、おお中からつぶつぶのコーンが出てきました。まあコーンスープから入ってきますよ、おかしくはないですが、クーマスープとかだとなかなかこういうのはないので、こういうのいいですね。では飲んでみます。これで全部、今回の一番のお気に入りはやっぱりあれですね。どのスープも旨味がしっかり溶け出していて、それが口の中に飲んだ瞬間にふわっと広がってきましたね。個人的には一番好きだったのが最初に飲んだブラックチリですね。あのスパイスの刺激がちょうどいい感じで食欲が戻ってきました。そしてその次がクラムチャウダーかな。あの魚介の旨味も良かったですね。最後は同点でミネストローネとコーンスープ、どちらもトマトの酸味、コーンの旨味はしっかり感じられましたが、他の2つの方がちょっと抜き出ていた部分があったので、そうさせていただきました。そして全てを総括するとこちらの点数になっています。もしブラックチリだけだったらこちらになります。だったら初めから個別に審査するって話なんですけどね。まあ、ということでスープいっぱい飲ませていただきましたね。青唐辛子 1g ばかり入れたいかな。まあ、あーってなってくると先日のスパイシーみたいになってしまいますからね。というわけで本日はこの辺と思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。ゲーム実況だ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。